三王廃寺跡上の国府推定地三王廃寺跡、三王廃寺跡の位置三王廃寺跡は、群馬県前橋思想社町にある古代寺院の遺跡、国の史跡に指定されている。全国でも珍しいアスカジガ後期の豪奏、華麗な寺院の遺跡と推定されており、出土した石製死火は全国で出土例が3件しかないうちの2件がここで見つかっている。のき丸河 方向地名平河原平河原は複製。群馬県立歴史博物館展示。山王杯寺跡は、群馬県中央部の橋場見名山南東六を流れる、八幡川と牛池川に挟まれた尾光地上に位置する。西側約 0.6km に、関越自動車道が、南側に、国道17号が、東側に、JR 東日本上越線と八幡川を挟んで、吉岡場一パスが走る。 東廃寺跡の調査は、大正時代に、東神祖が偶然発見されたことに始まり、その後の調査で、工下地域では、最古の関東地方でも、最初期の古代寺院跡であることが明らかとなった。1974年から1981年まで、発掘調査が行われ、2006年から2010年には、地域を確認するための山の廃寺範囲、 内容確認調査が行われた。発掘調査で、方向寺片甲と書かれた瓦が見つかったことで、産農廃寺は古文献などに記された、方向寺であることが判明した。1928年2月7日に、産農投資の名称で、国の史跡に指定され、2008年3月28日には、指定範囲を追加の上、指定名称が産農廃寺後に変更された。 他に、東廃寺跡から出土した、東新柱根巻石、緑釉陶器、祖造片などが、国の重要文化財や群馬県、指定重要文化財に指定されている。山王廃寺跡の周辺には、宗者古墳群や上野国の国府、国分寺、国分寺、国分山寺があり、7世紀の宗者町地域は、上野国の中心地であった。元来の寺名は、宝光寺であり、宗の神祖や、 新柱根巻石、市尾など聖地な石造品が出土しているため、同時は大和王権と密接な関係にあった古代豪族、上付野氏の氏寺と考えられている。飛鳥時代の681年に混流された山の上皮の名文には、宝光寺の僧、長戸氏が同皮を混流したことが記されており、7世紀後半には宝光寺が存続していたことがわかるが、 平安時代の1030年に成立した上野国交大実六町には定額寺である方向寺が寺院の体を成してないためその列から外してほしいとの申請があったことが書かれている。発掘調査の結果からも寺院の存続時期は7世紀後半から11世紀頃までであったと思われる。1921年に日枝神社の境内から 石星の陶心素が発見された。その後、石星主義、陶心柱根巻石、素造緑釉陶器や大量の瓦などが続々と出土した。1928年2月7日に、当跡と思われる範囲が、山王投資の名称で、国の史跡に指定され、1953年11月14日に、陶心柱根巻石が、 上野国産老廃寺等新柱根巻石として国の重要文化財に指定された。1966年6月11日には緑油水中、緑油、緑油皿、銅腕が一括して国の重要文化財に指定されている。1974年から1981年まで発掘調査が行われたが、1974年時調査では、 北門と思われる建物跡が検出され、1979年時調査では、塔の西側に近道と思われる建物跡が検出された。また、同年時の調査で、方向寺とヘラ書きされた河原が出土したことで、山能廃寺は、山の上皮名分や、上野交代実録町中に見える方向寺であると判明した。1997年から1999年には、 下水道工事や道路改良事業に合わせて調査が行われ、地域の西方から大量の瓦や素像が埋まった土壕が検出された。道土壕からは、素像編2000点以上を含む3000点以上の破片が出土したが、素像には焼けた跡があることから、塔が火災にあったため、瓦や所葬にあった、塔元素像の残骸がまとめられた穴へ廃棄されたものと思われる。 2006年から2010年には地域を確認するための産農廃止範囲内容確認調査が行われた。2008年3月28日付で国の史跡としての指定範囲が拡大され、指定名称が産農廃止後に変更された。2017年8月25日には1959年に個人が採集した産農廃止湿度創造頭部と 1997年及び1999年の発掘調査で出土した山農廃寺出土祖造群が群馬県指定重要文化財に指定された。地域は東西79.7メートル、南北81メートルの回廊に囲まれている。主要ランとしては西に近道、東に塔が配置され、これらの北側に坑道が配置される放棄寺式ラン配置である。 近道は約22メートル四方、高道は東西37.8メートル、南北24.5メートルで、塔の基礎は13.5メートル四方である。左、ジャーナさん古墳、右、前橋思想者歴史資料館残る一例は、鳥取県法器町の大事廃寺。実物は現存しないが、資料などでは他にも、石清守備の使用を伝えるものがあり、 奈良県のくだら大事などが知られている。ありがとうございます。